っと待ってね。よいしょ。すいません。よいしょ。人集まったかな。今日はラジオ配信です。今日はラジオ配信。聞こえてますか？よかった。久しぶりに聞きに来れて嬉しいです。よかった。ちょっとね、今日のオピメアートはユーナタスかな。ユーナタスのやつです。なんかさ、手荷物検査でね、あるじゃん、手荷物検査くぐるとこ。あそこでさ、なんかピーってなっちゃって、でなんかアクセサリー外してくださいって言われて、ブレスレット外したので、頭にリボンつけてたから、それも外したのさ。まあ大丈夫ですって言ってこう付け直したんですよ。でそしたらさ、なんかさ、違う穴にさ、なんていうの、ブレスレットがこうガッてなっちゃって、で今ね、それをね一生懸命取ろうとしてんだけど取れないんだよね。かれこれ4時間ぐらいずっとこれと格闘してるんだけど、どうしたら良いものか。
長期戦だね。てか雪やばいマジで。お家どこってなった。雪やばいマジで。雪大変です。うん、やばいマジで雪。アイドルフェスで着てた衣装のインナーってシーンですか？シーンじゃないです。インナーのキャミソールだけ、ね、ダズリン。なんで？もしかしておそろしてくれるの？なんでなんで？もしかしておそろしてくれる？もしかしてもしかして？そう、ほとんどシーンだったんですけどね、インナーだけちょっと違うんですよ。お揃いしたくてめっちゃ探してた。あ、そうなの、言ってよ、いつでも教えるのに。そりゃないわな。ダズリンなのよ、インナーだけ。あとはほんと全部ねシーンだよ。でもさ、あ、そう、無事にプレイボーイをゲットしたんですけど、プレイボーイさ見たの？なんか病んだ、自己肯定感下がった。なんかそうやってさ、みんなは多分全部のページ見るんだろうけどさ、すごい嫌。なんか私以外のページを見てるんだなって思ったらすごい嫌だし、なんかすごい嫌。どうせ男の人っておっぱい好きだから見るんだよ。よし、もう見ずに買った。絶対嘘だよ。それでさ、なんかさ、マリカより可愛い子いっぱいいるしさ、自己肯定感が死んだんです、私は。見てます。ほら見てるじゃん、そうやって動揺するってことは見てるじゃん。
悲しいな。でもそうだよね、みんなからしたら別に見るよね、せっかく買ったんだもん。どうせ可愛いなって思いながら見てたんでしょう、他の人のこと。最低だ。急に肌の保湿しだすやつ。え？絶対他を見てるんだよ。ひどいな、みんな。泣いちゃいそうだ。自己肯定感が死んだんです。みんな浮気してるんだ今頃。浮気者ばっかり。浮気なんかするわけない。どうだろうな、チッチはな、リカのことあんなに好き好きガチ恋みたいな感じだったのに、普通に奥さんいたしな。信じられないな。浮気は成敗、肌は保湿。そういうこと。突如ね、肌を保湿させてください。今さっきさ、メイク落としてふぅ、あ、配信ってなったんだよね。ふぅ、あ、配信するのさっつって、落とした後で気づいて、今日はラジオだってなったの。やっぱ一刻も早くさ、私は落としたいわけよ。配信してくれるだけで幸せだよ。そう言っていただけると大変ありがたく思います。肌が少し潤いが戻ったかもしれない。もう常に保湿液をこう持ち歩いて、おすすめ教えてあげようか。なんかちっこいサイズのアベンヌウォーターがあるんですよ。めっちゃちっちゃい手のひらサイズみたいな、あのケープのちっちゃい版みたいなやつがあるんだけど、なんかあれとイプサの
スティック美容液を持ち歩いてたらどこでも保湿できるよ。イプサのね、スティック美容液めっちゃいい。イプサのうねうねしたやつ化粧水でしょそれ銀色のパケ、そうそうそう、ミラーのパケ。薬局で買えるやつですか？アベンヌは買えるよ。イプサはイプサに行かないとない。スティック型いいな。うん、めっちゃいい。なんか化粧直しの時とかさ、塗れるから、ファンデのノリも良くなりますし、おぬぬです。ねえ、本当にこれどうにかしてくんない誰か。これさ、どうしたらいいの。今戦ってる、戦ってんのよ。今ね、手からは外れてる、なんとつけてる状態なんです。つけてる状態で、だからさ、一生外せないかもしれないって今危機に落ちてて、終わりって感じ。いやでもいけそうなんだよね、頑張ったら。余計つらい。そうなの、片手しか使えなくて、しかも私ネイルしてるじゃん、はあ、こんな時誰かに取ってって言えたらな、楽なのに。いや、いつも売り買い目ならそうするんだけど、ちょっと誰もおらず取ってで、誰かスタッフさんとかにいつもだったら即言うんだけど、どうしよう、この配信中に撮れなかったら本当に私泣くね。
理だな。これは無理無理なんですけど、どうしたらいいんだろう。何かいい方法ないかな。キチヒルやばい、高いやつ高いやつなの。そう、これがなんか100均とかさ、スリコとかだったらさ、もうそんな引きちぎってるけどさ、セリーヌセリーヌです。よりにもよってすぎるでしょ。今日もインスタのリール上げたので、よかったら見てください。お姫様すぎた。そうでしょう。そうでしょう。チェーンの絡まりはベビーパウダーで取れるけど、ブレースレット穴がきついやつはどうやるんだっけ。うん、だからさ、今大変なんだよ。今大変なの、まったくもう困っちゃうよ。小さなメガネ用のドライバーでこじ開ける。そんなことできんの？まず小さなメガネ用のドライバーを持ってないよね、私って。ば
めて封印されてるね。いや私なりに使ってる、使ってはいるんだけどね、なんか下手くそみたい。痛い、ちょっと待って。おーオーマイガー、オーマイガー、痛いよ今ね、くるぶしの一番出っ張ってる骨のところガーンってぶつけて、超本当に本当に痛くて涙出そう。めっちゃ痛い。あ、死んだ、死ぬ、あ、痛、まだ痛いもん、まだ痛い。なんでこんなに運悪いの私最近。いい加減にして。ほんと誰でお払い行こうか。お払い行こう。お払いに。お払いにさ。あ、でもね、リカね、パワースポット行ってきたんだよ。なんだっけ。何とか。取れた。なんだっけあのお祓い、なんだっけ、忘れちゃった。セイファー御嶽、セイファー御嶽に行ったの。やった、大丈夫、ありがとう。セイファー御嶽のおかげだ今完全に。もう私このブレスレットと一生死ぬまで共存しようって思ってたのに、半分ぐらい。いけました。セイファー御嶽のおかげだ今。久高島が綺麗に見える。そう、久高島が一番こう神聖なスポットって言われてて、そう、セイファー御嶽に行ってきた。滝じゃないよ、なんか、まあ、パワースポットっていうか、なんだろうな、パワースポットっていうか、まあ、これはふわり愛を見ていただいたらすごい分かりやすく分かるんだけど、なんか沖縄って琉球文化じゃん、琉球王国の文化の名残がたくさんあったりするんだけど、そのうちの一つに、あの女性の体に霊力が宿っていて、男性が戦とか戦いに行くときに女性に守ってもらうみたいな風習があったんですよ。で、その千人針って言ってね、千人に針を通してもらって、なんかこう千人の女性にね針を通してもらって、こう布にねこう糸をこう旋回通すんですけど、それをもお守りとして持って戦地に赴くみたいなこととかがあったりしたの。で、そのなんか一番神様みたいな人を野呂さんって言うんだけど、野呂って言うんだけど、なんか他にも言い方あったの。まあ結構その男子禁制の女性の聖地で、今は入れるんだよ。今は入れるんだけど、
その女性に守ってもらうみたいで、あのいっぱい大きい岩とかがある そうところに香炉っていうそのお祈りするところがあって、そこに行ったんですよね。めっちゃなんかなんだろう、すごいお話を聞いたんだけど、すごい煩悩しかない、お願いしかしてないから、ちょっと私それでバチが今当たってんのかもしれない、もしかしたら。琉球祭祀のノロですよね。そう、そうだよ。何をお願いしたの？それはもうね、ふわりあいを見てくださいね。願いを聞くなんて野暮だぜ。本当に笑ってるみたいな。助けてくれたのかしら。そうかもしれない。そのセーファー歌詞でめっちゃなんだろう元気になってきた、力をいただいて。うん、でも私がしたお願いはマジ煩悩の塊みたいな。よし、取れてちゃんとしたところにつけれました。これですっきりした、よかった。マジ4時間戦ってたからね、こいつと。やばくない？4時間4時間、5時間、もう5時間ぐらいだ。絶対取れないと思ってた、うん、でそう移動してる間ずっとこうやってやってて、うん、怪我は大丈夫ですか？大丈夫だよ。今やっと収まってきた痛みが。いやディズニー行きたいな。なんかさ、飛行機の中でさ、アリエル入ってて、アリエル見てたの。じゃあなんかアースラにさ、アリエルが声を取られるシーンさ、なんかはーはーはーって言うじゃん。普通さ、まあそういうのとかさ、てるるるんて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 んとかさ、あと何があったっけ、よく見て素敵ねとかがさ頭に残ったらよかったのにさ、なんかアースラの歌頭に残って、ずっとアースラの悲しい魂の方が頭に残っちゃって、ちょっと本当最悪なんだけどね今。なんで本日のよりによりによって悲しい
魂のとこしか頭残せなくて、今もうほんと悲しい魂って感じ。なー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 みたいな。なんでそこない、わかんない。そこだけ意識ちゃんとしてた、あとはなんか意識朦朧としながら見てたから。でも飛行機でそういうの入ってるのは気が紛れていいの。飛行機大丈夫でした？飛行機ダメだったの。雪の影響で、なんか雪の雲の影響で大きく揺れる可能性がございますって言われたので、なんか怖って思ってたので、なんか私しかもね、ちょ聞いて、本当にお願い聞いて、あのいつもだったらスタッフさんとか一緒にいるんだけど、今回なんかスタッフさんたちがインサートが残ってるからっつって、私一人で飛行機に乗らなきゃいけなくて、超最悪で、一人無理っつってすごいだだこねて超泣いたんだけど、無理やだやむとか言って、なんか一人で飛行機やだって、もうほんと3時間ぐらいずっとごねってて、ごねりんぐしてたので、でもなんか「いやすいません本当に」みたいな感じで。で一人で乗らなきゃいけなくて、もう本当に怖くて、で隣に座ったのがねカップルだったの、しかもよりによって、でおかあのその何お母さんじゃない 若い女の人がなんかフリフリの服着てて、でその横に座ってる男の人がちょっとがたいいいような人で、もう本当になんでって思ったんだけど、しかも私の席なんか K だったから窓側なのかなと思ってたら、窓ないところの K だったので、まあ窓もないしどうしようって思って、イヤホンもねこうもう気を紛らわすためにそのイヤホン、いつもリカ音楽聴いてるんだけど、飛行機の間耳がおかしくなるから、あの音楽をいつも聴くためにワイヤレスイヤホンをこう挿したんですよ。で出発前だよ、まだあの飛行機の中入って座って、じゃあ音楽何聴こうかなって選ぼうとして、こうやってやってる瞬間にポロって右の イヤホンが取れちゃったので、カンってってなんか下に落ちたのは分かったんだけど、もうその時には横の人たち座ってたから「え待って」って拾えないってなって、それで左だけで聞けないし、もう最悪だと思ったら、まああのさあまあ大きい飛行機やったから前にさあれがあったんで、飛行機の事故もあったじゃんだしさ、怖いしさ、もうさどうしようどうしようと思って。たらなんかアリエルがあったから、もうアリエルで気を紛らわそうと思って、付属のイヤホン、ちょっと抵抗があったんだけど付属のイヤホンで、私あのイヤホンさすとちょっと抵抗あるんだよね、そうイヤホンさしてやっとこうやったら、あのラッキーなことに、あのなんだ収録の時にロケの時に少しお酒飲んでたのね、だからそれの眠気が来て、よし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 これで寝れたら最高だったの、寝て起きたらついてるが一番最高じゃん。そう寝て起きたらついてるが一番最高だから、寝ようって思ってこう頑張って寝ようとしたんだけど、そしたらなんかそのアリエルのやつ、アリエルを流しながら寝ようと頑張ってたのね。でそしたらなんか途中でさ、なんかこの機体は揺れるなんとかかんとかがありますって言うじゃん、言う時ってさ、あれってさアナウンス止まるんだよ、じゃあ映画が止まるんだよアナウンスの時に。で
それでバッて起きちゃって、うわ最悪起きちゃった怖いどうしようみたいになってたら、隣でめっちゃカップルがイチャついてて、キャッって思いながら、でも窓の外も見れないし、携帯も電波通じないし、はあどうしようって思ってたら、た悲しい魂って歌い始めて、それで耳の最悪マジで全部全部最悪、もう本当に。私の人生ってなんでこんなにハードモードなの。なんかちっちゃい嫌なことがいっぱい起こるんだけど、ブレスレットのこともそうだし、隣がカップルだっていうのもそうだし、イヤホンが落ちちゃうのもそうだし、寝れなかったのもそうだしみたいな。で耳に残ってるのはアーサーだし、なんかこうなんかちっちゃいちっちゃい嫌なことがいっぱい起こるんだけど、私の人生何ほんで、かと思えば地震来たりさ、雪が大雪だったりさ、すごい嫌なことも起こってさ、もうさなんか何なの。サクとしては極上。それでさ、シュープレ見て病んでさ、最悪だ。なんか沖縄でずっと探してたんだけどなかったんだよね。でなんか聞いたら入荷が金曜日ですって言われて、一応探したの。なんか私も見たくて、なくてはないと思って、どうしようと思ってたら、そうゲットした。あれさ、開けるときさ DVD ついてるからさ、リカヒメのページの前にめっちゃ開きやすくない？パッて一発で私のページ開けて、すごいいいなと思った。ねえ、しおり代わりになるよね。ねえ、てかさ、ねえ本当にやだ。みんなどうせ他の人のやつも見たんでしょ、それで可愛いなってなったんでしょ、うざい。何？やだ。なんかそういうのってさ、どうだっけと思って。私はオタクの時なんかもうほんと推ししか見えませんみたいな人だったから、推ししか見なかったんだけど、でもさ同じようにさ可愛い子とかが乗ってるわけじゃん。目移りするよね、でも男の人って。なんかそれでずっと病んでんだけど、私今もうね、自己肯定感が地に落ちてる。どうせ私なんて一番ブスで最悪で、もうほんとなんかスタイルも悪くてクズですよって思ってるよ。それでね、なんとシュープレのね、シュープレのオフショット載せたじゃん、あれに、インスタに動画で。それがね、なんとね今 13.1万回になった。すごくない？再生数。それでなんかこれってみんないいね見えてる？いいねも今7000ぐらいついてて、そう約7000ぐらい。嬉しい。なんかいっぱいねニュースにもしていただいてありがたいです。デニムのいいよね。私まださ自分の写真集デジタルの方見れてないんだけどさ、どうだった？よかった。なんかちょいちょいあ出来上がる前のやつはね見たんだけどね、確認で。でもねちょいちょい感想が送られてきてて、すごい嬉しいです。ありがとうございます。なんかプレイボーイしか買ってないって人はぜひ私のそのリビエラの女王って調べたら出てくるから、なんだっけあれで買ってほしいなと思います。グラジャパさん最高だった。よかった。
白ニットのインパクトがすごかった。白ニットなんて着てたっけ私。え、白ニットなんて着てたっけ。あー、それは違う女の人だよ、私じゃないよ。え、白ニットなんて着てないもん私。浮気だ、浮気だ。え、これ何、この緑色の申し訳程度のカミ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 ってやだ、緑嫌い、ピンクが好き。え、もうあのピンクのさやつなくなったの、もう変わったの、イベントアイテムもらっといて怒るっていう。あ、あるんだ、よかった。ピンクとクマちゃんのさ、そのペンランのやつ超かわいくて好き。もう終わったのかと思った。アイテムもらってんのに文句言うのよな。緑色の髪ってやつが緑嫌いだから、私定期、誰が定期、ありがとうございます。今めっちゃ病んでるから、そういう系のは本当になんか、神は無料ギフト、あ、そうなん、じゃあ投げていいよ別に全然投げていいけど、え、投げていいけど、私は緑よりピンクが好き。いや、このピンクのクマが無料だったらよかったのに。せめてピンクの髪にしてくれる。わかる。なんかさ、あ、そう、そういえばあのあれだよ、私のあの有名おかん同郷オタク最強ユナタソが全部解明してくれたんだけどなんかゆ検索結果一件検索結果一件なんだけど、そのユナタソがね、某有名同郷おかんオタク最強ことあの日向さんがね全部解明してくれたの、プリプリの正体を。なんか富山ねあの私返信見ててほんと声出して笑ったんだけど、なんか富山の CM ね、テーマの CM であのちょっと日経寄ってこうかっていう CM があるの知らないでしょみんな日経のなんかちょっと日経寄ってこうかっていう CM があるんだけど、あのそれをずっと連呼する狂気の CM があって地方あるある、うん、頭おかしくなりそうになるんだけど、あれのその狂気な CM の最後にね、ちょっと日経寄ってこかプリプリっていうのねそこがリカちゃんのプリプリのルーツなんではないかって解き明かしてくれて、え、そう、私はそれを見て確かにと思って、ねえクマかわいい、ありがとう、この背景に合うね。え、そうそう、
京都に行けんよってごかプリプリって言うんだけど、それだと思う。私のプリプリのルーツはそこっていうが発見された、最近。なんか富山弁のさ、なんか沖縄でさ、富山弁のさ話題喋ってたじゃん。その最後のプリプリが起源なんじゃないかっていうので、ああいうのとそこは全部の謎を今解き明かしてくれようとしてて、今ね、その説に傾きつつある。他にも、こうなんじゃないみたいなのがあったら教えてください。で、私さ思ったんだよね、なんか私ファンクラブのチャットを結構更新してるんだけど、なんかそのチャットになんかね、じゃあみんなに構ってもらえるようにいっぱい更新するようにしてんので、なんか最近返信が減ってきててうざいなって思ってるところなんだけど、なんかその チャットの返信になんかで、なんか遊べないかなと思って考えてたの。そう考えてたので、ある遊びを思いついたの。先読みしりとりっていう あれってこう私が投稿してからみんなが見れるまでスタッフさんが確認するためのラグがあるのね。そうラグがあるので、ルールは私が勝手にしりとりをします。しりとりをするので、その次のに多分これだろうな、例えばしりとりの「り」「りんご」って書いたら、りかちゃんは次これを書くだろうなっていうのを先読みして予想するのね。でみんなが「何々でしょう」とか「何々」って書くので、合ってるかどうかみたいな。後醍醐天皇、あんまり言わんだろ、りんご後醍醐天皇、そんな思考にはなりません私は。後白河上皇だろ。そのなんか上皇関係の関係者は別に言わないです。ただそういうのできたら楽しそうだなと思って、ちょっとやらないっていうお誘い、どうですか？で、なんか私は日常のことも普通に投稿したいから、先読みしりとりの時は SS って書くから SS 何々って書くから、それで判断して。これはなんか私が書いてからみんなが見るまでラグがあるから言えるやつなんだけど、だからその日常のただの投稿に織り交ぜていくから SS を。ちょっとだから今書いてみるね。先読みしりとりの SS ね。SS で、これで、りか姫。で、ルールにもう一個書くなら、全部ひらがなで書きます。全部ひらがなで書くので。そうそう。で、まあ、しりとりの細かいルールとしては、伸ばし棒があるときは伸ばし棒の前の字で、なんとか、例えば、
「よ」になるんだけど、それが「よ」「ね」で「しょう」だったら「うね」。それを分かりやすく書くので、スシロー、そう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 、そういうこと。だからスシロー「お」じゃなくて「ろ」になるよっていう。はい、このルールで皆さんやってみてください。ちょっと今送ったから、これになんか普通に普通の投稿も混ぜていくから、だから先読みしりとりの時はあのあれって書くから、そういうなんかゲーム要素があったらいいなっていうので、こう、はい、ぜひ参加してください。ね、これは私がどうやったらみんなが返信してくれるようになるかなって考えたの。そしたらさ、私がさ普通の投稿の内容に織り交ぜていけばさ、なんかこうその先読みしりとり書くついでになんかしてくれるかなって思うじゃん。で私の思考が読めたらみんなも嬉しいだろうし、そうって考えたの。リカイムはめちゃめちゃけなげでささだってみんな全然返信してくれないの。リカイムが構ってほしい時みんな寝てるしさ、なんなのリカイムって常日頃から構わないと死ぬ生き物なんだよねえなのにさみんな結構さ放置プレイするよね、仕事忙しいとか言ってさ。そう、夜中とかもさ私さ眠れなくて起きてることの方が多いのにさみんな寝てるしさ。そうでさ、それでさ、まあいいよ、それは寝てるのは仕方ないじゃん、次の日朝早いとかって、それでも別にいいけど、なんかじゃあ次の日になってもそれなんか寝てた時のやつに返信しようとはしてくれないじゃん。それがうざいんだよね私からしたら。読んで満足しちゃうんだよね多分みんな。返信しようみたいな、どうせ俺の返信なんて見られてないだろみたいな、そういうのを感じる、してるよ。あんたはしてるよ、あんたは頻度高いよ割と、うん、いやしてる人はね毎日ほぼしてくれるの、もう日課みたいにしてくれてて、返信遅れがちですみません。それはいいんだけど、全然だからちゃんと返信してください。あの先読みしりとりが届いたら教えてね、やってみて、参加してみて、みんなも。みんなも書くときはリカヒマの真似して SS 点々なんとかで、別にその下になんか全然違う内容を送ってもいいから、そう私が先読みしりとりの単語だなって分かるようにしてくれたら OK。 そうこれもし会ってたときなんか強制指針みたいになるのよ言葉がそんなにないから、こう会ってた時強制指針、あもしかしてリカちゃん指針かこれはみたいな、私が会ってたからみたいな、指針かみたいな、ちょっとその嬉しさもこうあるっていう。やってみてください、これ絶対楽しいと思うんだよねガチ恋沼るやつ、ガチ恋さんガチ恋さんが沼るやつ
ちこいさんはもう結構は沼ってもらってるから大丈夫だよ。来ました。お、来た。え、そうそう、このラグを利用する。だからなんかスタッフさんが起きてる時はあの早かったり夜中だと遅かったりするんだよね。あ、来た来た、みんなのも来てる。で、私はみんなに読まれないように結構斜め上のやつを言うからそこかいみたいな最後の文字が分かりやすくするためにカタカナかひらがなで絶対書きます。はい、じゃあ2個目投稿したよ。だから次は私が勝手に一人でしりとりをしていくから、こうリカ姫だったら目から始まる言葉を先読みするんです。今2個目やったからね、もう書いてるからね。おー、いいね。メイクアップ、メダカの学校のずるくないメンクイメンタマメッセージ、メガネ、メンソレータム、メロディ、メンソーレ、あ、沖縄行ってたからね。メダカ、メリケンサックそうそう、みんなできてる。そう、目から始まることだから理解面のにをそう勝手に先読みするの、何を言うか。私も次は目から始まる言葉を書くので、そうそうそう、それを先読みする。メリーゴーランド、うん、でかい目が好きそうだね。そう、みんなも SS って書いてほしい。そしたら分かりやすいから。回ってはいけないものだね。
う2個目届いた？まだだよね。まだ私が書いたのは誰も当てられてない。まだ当てられてない。よし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 、結構いい斜め上の回答ができてるんじゃないか。私は先読みされないように逃げるから。そう、だから思考の裏の裏の裏を読むみたいな。いい感じですね。ね、これをやろう。暇つぶしにぜひやってください。一人一回。一人一回です。なんと。よし、これでみんなが返信してくれるようになるぞ。イケメンと遊ぼうのコーナーで。あのさ、今日もさ、一応シュプレのやつみんな見たって X でポストしたんだよ。したらさ、そしたらさ、なんかさ、すごいさ、なんだろうな、私が一番なんか嫌だなって感じたコメントがあって。思ったよりエロい体だった。な、そ、どういうことなのそれは。どういうことなのっていう。まだリップ編できてなくてごめんね。いや、いいんだけど、なんか変な、そのなんかあれよりはいいんだけど、全然。次の来た、メビウス潰すぞーのメビウスです。ほらほらね、みんな分かんなかったでしょ。マイキはい、東京リベンジャーでした。え、だからあれだよ、リグメが履修してね、これ面白いんだよって言ったやつをちゃんと履修してないと分かんないこともある。
これこれ見ててさって言ったのを見ててくれないと分かんないこともあるかもしれない。でもさ、本当にあるよね、メビウスの輪っていう言葉が。え、あるよね、ないっけ、メビウス。あ、ほらほら、数学者メビウスが初めて提示した、そう、メビウスの輪、うん、輪だった気がする。っていうか私歌ってたで、メビウスの輪って。私あの歌初めて聞いた時に調べたんだよ、だからね覚えてた。なんでかっていうと、長方形の帯を一回ねじって端の辺同士を合わせて得られる空間図形で、図の表面の区別ができない点に特徴がある。何言ってんだか。無限の記号を形を表します。無限というのは限りがないわけですが、この限りがないということの意味には変化し続けるということと輪廻するという意味が同時に含まれています。表と思ったものが裏で、裏だと思ったものが表になる。つまり輪廻が陰陽の繰り返しであることが示されています。何言ってんだか。これ好きなんだよね私、こういうやつ。でも無限よりさ、限りあるものの方が美しいよね、どう思う？それだ、はあ、ねむしねむし、これグース大量購入しちゃった。これグース大好き女だからさ、みんな沖縄行きな。高齢グース屋さんできる、うん、そろそろやばいと思う、普通に考えて。高齢グースと一緒に、なんだっけ、あれもいっぱい買った、ソーキそばのセット、ルートビアも買って飲んで欲しかった。何ルートビアって、オリオンビールなら買ったよ。オリオンビールなら買ったよ、うん、
そう、正式には買ってもらった？ オリオンビールは。スキーウェアの経費の件どうなった？なんかなんといけそうです。イエーイ。 なんか昨日さ配信できなかったじゃん。配信できなかったんだけど、なんか昨日めっちゃごねたんだよ。で、それの結果発表しなきゃと思ってたんだった、そういや。そう。歌ったよ、スタッフさんの前で。経費、経費って。経費、経費、経費、精算。歌ったよ。そしたらなんか意外とすんなり「どういうのがいいですか？」って聞いてくれて「いいんですか？クソ高いらしいですよ」って聞いたら、なんか「いや別に僕のお金で買うわけじゃないで、ただ番組側で用意できるかどうかちょっとまだ分かんないですけど、一応聞いてみます」みたいな。「よっしゃーよっしゃー」ってなった。理解のあるスタッフさんで良かったです。確かに。ただゴーグルとか靴までは用意できないかも。靴は無理か。だからリカ自分のスノーブーツだけ買おうかなって今思ってる。スキー料金あるんか。分からん、何するか分かんないけど、スキー場に行くかもみたいなことを言われたんだよね。
も今ちょっとダメ元で送ってみた。ダメ元でね送ってみた。経費精算。高収入みたいな。そうそう、あ、いつだっけ、あれ一昨日ぐらいに言ってたのね。一昨日ぐらいにその話を配信でしてたんですよ。でさ、なんかいいよみたいな、意外となんか前向きな姿勢を見せてくれたからシャーみたいな。わあ、リカさん次さ東京行ったらさ、あれ行ったら発酵温浴ハマってんだよね前のからハマってんだよね。でもなんと男子はいけません、男子禁制女人しか無理です。はい、男んちは無理です。女んちはあの、いけます。そうなんよな、知れたのに男んちは無理です。サウナにでも入っていてください。え、てかなんかパンダが送ってきてたガラス可愛かったね。あれ何、ガラスの花瓶買ったんだよねみたいな、なんか女子みたいな女子の友達みたいな LINE みたいなやつ来てたけどあれ可愛かった。うん、パンダのなんかガラスが反射してキラキラする花瓶みたいな。え、そう、なんかこれ買ってマジリガちゃん好きそう可愛くないみたいな、女子みたいな、女子の LINE みたいなの送ってきてて、もろかった支えようかな、うん、多分ささを刺すためのあの食料を備蓄するための花瓶だもしかしてささは刺さんよとかいうしょうもないギャグ書いてるこの星。でもキラキラした花瓶超可愛かった。やっぱ私キラキラ光るもの好きなんだよね。ガラスとか石とか宝石とか、なんかさ、ちっちゃい頃富山で、ね、でっかい祭りって言ったらおわらか三の三なんね。でおわらでも三の三でもあったし、あの光る石、あか高岡の喧嘩山祭りってなんだけど、なんかその光る石は静かにするみたいなやつがあって、それ絶対やりたいっつって、あのじいちゃんにダダこねてやらせてもらってたから、いやもうその時からね、なんかキラキラ光る小さいものが好きなんだよ。そう、私よく見てるでしょ。だ、変身した方がいいよみんな変身した方がいい、マジで。私すごい見るもん。そう、みんなが最近
マイクラにハマってる子とかドラクエ始めたよって人がいたりとか、あとはなんかなんだっけボードゲームして遊んだよとか、マジしょうもないことしか送ってきてないけど、送ってきてくれてる人のやつは全部見てるから。え、そう、あとなんかネックレス変えたとか、なんかあのどこどこで働いてるからなんとかかんとかとか全部見てるからとか、なんかあの2割ネキの中ではあの自分の自撮りを送るっていうのが流行ってるらしくて2割ネキはなんとかな私とか言ってよく自撮りを送りつけられるんだけど、可愛いと思って見てるいつも。うん、リガちゃんのキーホルダーじゃらじゃらな私みたいなとか可愛いなみたいな思ってそう見てる。なんか仕事で死んだ顔の私とか言ってなんか自撮りを送りつけるのがなんか流行りらしい。でも写真送ってくれたら現状把握しやすいから、あ、今こんな感じなんだって。え、なんかほんとずるいよね。私はさ、いつでもさ、なんかこうやってさ、なんか今こうだよ、こういうロケしてるよとか、元気にやってるよ、今日はこんな髪型みたいなさできるからさ、 見れるのにさ、みんなのことは分かんないじゃん。なんか一方通行なんだよね、一方通行な思い。2割日記の自撮り自由はありますか？え、めっちゃある、めっちゃある。みんなの自撮りみんな好きだよ。てかなんかたどりでもいいけど別に。そう、2割日記はね、あんま自撮り送ってこない。なんかたまにパンダの盗撮送られてくるぐらいかな。え、そう、だからなんか SNS 上に載せるのなんか申し訳ないというか嫌だなとか、なんか顔バレ嫌だなって人は普通に私のインスタ DM にでも勝手に送りつけておいてくれたら見るし、なんかチャットの返信とかになんかしょうもない報告でもしてくれたら見るしみたいな。だから私さ、毎配信言ってるけどさ、本当に見てるんだよ。それが今の私の生きがいなの。だからみんなのことたくさん教えてほしいの、本当に。え、そうやってやってなんか先読みしりとりとかいうゲームを思いついちゃうぐらい毎日考えてるのに、みんなはほんとさ、私のさことさ 20% も心に置いてくれてないよね。2割ってさ知ってる？なんか私が調子乗って2割にファンが減ったっていうそのアンチの言葉をこう揶揄して、こう2割っていうファンネームにしたんだけれども、その前にいつも心にの 20% ぐらいはリカのこと考えててねっていう思いもあるのに今考えた今考えたやつなんだけど、これはでもなんか思いもあるのに、なんかそういうことをさやってくれてないよね、ほんと。よりの後付け、すでいつも心に 20% のリカ姫をっていう意味もあるのに、なんか2割も考えてくれてないよねっていう感じ。そう、コンセプトが今それになった。むしろリカちゃんの性格で20%。でもさ、みんなにも生活があるじゃん。学校行ったり部活したりね、仕事したり、なんかその中でこう目の前にあることとか、やらなきゃいけないこと、仕事だったりなんか趣味のことだったりっていうのがある中で 20% 常に私のことを考えてるんだよ。それって結構大変なことで、なんか趣味の時間でもこれこれこうやって言ったらリカちゃんなんて言うかなとかもちょっとずつ思わなきゃいけないわけだから。え、そう、だから 20% いつも考えておくっていうのはすごい。
だからあれだよ、あの全集中の呼吸をなんだっけ常駐してるのと一緒だよ。常に、うん、無意識下で私につながるみたいな、そういうことを言ってるんですよ。いや意外と難しいよ。シュッとしたペットボトル見つけた？私ね、あのね、あれ見つけたよ。かっこいいペットボトル、天然なんだっけ、じゃあ健康ミネラル麦茶のボトル。あれ結構理想の男性じゃない？肩幅しっかりしてて身長高くてなんか体格いい感じ。コーラはちょっとメタボなんだよね。え、そう、ファンタもボンキュッポンじゃなくてボンボンボンだからメタボなんだよね。がっちりしてるでしょ。でも鶴瓶やん。鶴瓶でも確かに。じゃあ逆にイケメンのペットボトル知ってる？何か、黒ウーロン茶痩せすぎ、痩せすぎだし、痩せすぎだよ。黒ウーロン茶で私が想像するのはなんか仕事に疲れたヒョロヒョロのサラリーマンって感じ。あと身長低くない？ちょっとどうだ、とろける桃ソーダがプルンプルンで良かったです。ねえ、私思ったんだよ。なんだっけ、とろける桃ソーダ見た時にわあこれもあざといなって。うん、港区系だよ。ディオールのバッグ持ってる。綾鷹もイケメンだよね。なんか和服着てるロン毛のイケメンを想像するんだけど、それ CM のせいか。それ CM のせいだ完全に。CM に綾鷹よくない？でもちゃんとウエストもシュッとしてるし、肩幅もあるし、身長も高いよ。エビアンね、エビアン海外に来だからな。アクエリはガチムチすぎて潰しちゃう。鍛えてるインナーマッスル。
ミアン、フランス人ですね。フランスに来か。なるほどね。でもなどうだろう、シンシーレモン含むかな、待って調べる、シンシーレモンってどんなあれだっけ、あ、いいじゃん、え、シンシーレモンいいじゃん、丸っこい方ね、え、CC レモンいいじゃん、 CC レモンいい女感出てるな、ボンキュッポンだよ CC レモン、セクシーじゃない、しかもねシュワッとした爽やかさもあり、これモテるわ、なんかあのショートカットのスタイルいい女って感じ。はじけるレモンの香り、キュアレモネードだね。CC レモンだ、女のトップは CC レモン、男のトップはアクエリアス、アクエリアスって名前がずるいもん普通に考えて、アクエリアス腹筋割れてね、アクエリアス腹筋割れてます、アクエリアス腹筋割れてるのでアクエリアスです、イケメン認定は。アクエリアスってだって神様の名前だよね、水の神様みたいな、勝者はアクエリアスです、腹筋割れてるんだけどアクエリアス、やばーい、これだ、優勝おめでとうございます、イケメン美女ペットボトルを探せの優勝者は男子部門アクエリアス、女子部門 CC レモンということで決まりました、おあとなんだっけ、みんなに出してた宿題、ああ、カーズ見た？ねえ、カーズ見たの？カチャーウ！私カーズで号泣するから、これ返事がないということは まだみんな見てないということですね、カーズまだです、急いでいます、
あれ宿題出したよね。しかも昨日一日私配信しなかったよね。その間何してたの。あ、女と行ったんだ。なるほどね。オッケー、じゃあもういいよ、バイバイ。よくないね。メーターが好き？メーターいいやつだよな。女といたんだ。約束したよね、見てって。なんか最近連絡しても帰ってこないと思ってたら女といたんだ。なるほどね。私さ、そう、これもなんかふと考えたことなんだけど、2回目ってまあメンヘラ代表系女じゃん。まあメンヘラっていうのはいろんなこう要因がありつつメンタルが安定しないようなこと、人のことをメンヘラってこう言うんですけど、私メンヘラの子が好きな男性の特徴第一位に挙げられることが何か分かったの。知りたい。みんなの今後のために教えてあげてもいいよ。メンヘラと付き合っていく自信がある人だけ聞いて、私の話。これをやるだけでメンヘラにはモテるよっていう。知りたい？ちょっとここから有料コンテンツだな。ここから有料コンテンツだな。旦那に聞かせよう。メンヘラってなんかいいですか？メンヘラっていうのはまず第一に、自分がどういう理由でメンタルが安定しないかっていうのを話したがる生き物なんです。で、そう、お話ししてる時になんか、じゃあ例えば別にお前の持論いらないよっていう感じなんです。優しく聞いてほしい。だから聞き上手な人が一番モテます。話を聞く、とにかく聞く。もう黙って聞くんじゃなくて、しかも欲しい時に欲しい相槌を打つ。これモテますね。これできるだけでだいぶ変わる。もうなんかやっぱただ話を聞くだけじゃダメなんです。それぐらいだったら俺にもできるよって思うかもしれないけど、これ結構難しいんです。コツがあります、これ。はい、コツがあって、私もそうだけど話したがるじゃん。で、まず相手の話を遮らない。最後まで、そう、適切なタイミングで適切な相槌を打つ。あのね、リカね、こういうことがあってって、うん、
うん、それで、うん、わあ、うん、マジか、大変だったね。ここまで遮らない。うん、遮らない。本当に嫌な、最悪みたいな。で、次にすること。自分に関係ない話でも、関係あった話でも、とにかく、いや、ごめんね、俺気づいてあげればよかった。これを入れる。だから、謝るんです。行き場のない思いを抱えてその人に話してるんですよ。だからごめんねって言われたらなんだかちょっと心が軽くなる気がする。わあごめんね、俺気づいてあげられなかったとか、あそうだったんだ、いやごめんね、そんな時にそんなことになってる時になんかこんな話聞いちゃってとか言ってくれたら、うわこの人めっちゃ聞いてくれるってなる。そうそう、いやごめんねって言われたらちょっと心がやっぱ軽くなるんですよ。で次ステップ2、味方をする。いやでもそれないね、あいつがとか何か要因があってその子がそうなってる場合は、向こう側のことをちょっとでもこうなんだろうな、同じ意見になって寄り添うことが大事なので、そう味方をするんです。いやでもそれさちょっと向こうがねそれないねみたいな感じで言ってあげたりとか、あとは別に人が原因じゃなくても、わあでもそれ最悪だったねみたいな、めちゃ辛かったでしょうってこう一回寄り添ってあげる、これがやっぱ一番いいですね。うん、つらかったねって、大変だったね、その時に言っちゃダメなこと。このフェーズでまだ大丈夫って言葉を出してはいけません。大丈夫大丈夫、え何が大丈夫なの、全然大丈夫じゃないんだけどってなるから出しちゃダメ。まだダメ、次のフェーズなの、次のフェーズ、大丈夫大丈夫は次のフェーズ、わかる？まだダメだよ。一回まだ味方になってるターンの時はまだダメ。これ情報商材。そう、一回まだ味方になってるタイミングではまだ大丈夫は言わないでください。大丈夫も欲しいんです。でまだです。わあそれ大変だったね。辛かったでしょう。わあきつかったねそれ。てかよく耐えれたね。まずこう褒めてあげたり味方になってあげたりすることを最優先してください。うん、話を聞く、一旦なんか分かんないけど謝る、その次に味方になってあげる、で次のフェーズで、いやーでも、まあ、俺にもなんかしてあげられるかもしれないけどそれってどうしたらいいかなとか、なんかなんだろう、それは味方になってる、まあ、フェーズでもそういうのを言ってくれたら嬉しいんですけど、俺はどうしたらいいかなとか、なんかなんかできることないってまず聞いてあげる。そう、これをやった上で、でももう俺がいるから大丈夫だよ、ここが効くんですよね、効くんです、もう大丈夫だよでもつって、味方たくさんいるもんって、俺も味方だし大丈夫大丈夫って言ってあげるのはここからです。そうそうそう、でこれを忘れてはいけません。でもそんな辛いこと思い出すのも大変だったと思うのに、話してくれてありがとね、これです。話聞くのは嫌なかもしれない、こんな話聞いたら重くなるかもしれない、
この人に対してすごい迷惑かけちゃうかもしれないって思いながら話してることもあるんですよ、メンヘラちゃんって。で最後あんな話しなきゃよかったって、それでまた病み始めるので、そうなる前にいや聞かせてくれてありがとうって言ってくれたら、この人頼ってくれたことがもしかしたら嬉しいのかもしれないって心がちょっと軽くなるんです。それでもだからいやちょっと思い出すのも辛かったと思うけどとか、てかそんな話俺にしてくれてありがとうねっていうだけで、これがもうベストな話の聞き方ここまでできて話を聞くやつがモテるっていうことが成立するんですよ。そう、これができる人がやっぱ一番モテますねえ、ガチすぎんか、いいこと聞いたでしょ、これ結構有料コンテンツだと思うんだけどひとり聞いた結果もうカウンセラーだよそれ。え、だからじゃあなんで芸人さんモテると思いますか、なんで病院の人モテると思いますか。もちろんお金持ってるもそうだけど、次に何が出るかって、面白いし話を聞いてくれるなんですよ。もうね、私メンヘラ100人に聞きました、過去聞いてないなんだけどでも私がメンヘラだから本当に言えることとしては、話を聞いてくれるか聞いてくれないかでだいぶその人への印象変わる。なんか例えばじゃあその時に NG 行動として話を遮って持論を述べ始める人がいるんです。でもさ、それってさ、俺だったらこうするけどさ、それはできなかったのみたいな。例えばじゃあさっきの話で言うと、イヤホンが飛行機の中で落ちちゃって、それでもイヤホンでも聞けなくてみたいな、ワイヤレスだったから、でもなんかもう下見ても見つかんないしみたいな。でまだそれってさ、到着前の出来事ないよ、私のその話からしたらね。これ例ね、飛行機がこうなんだ出発する前なんならの話なの。それでねってまだこれから続くじゃん。それなのに、でもそれってさ、隣の人とかに言ってさ、一緒に探してもらえばよかったじゃんって言う人がいたとしたら、もうそれがもうマジ NG すぎる。だってそれができないから、横がカップルでね、時間邪魔しちゃいけないかなとかいろいろ考えて言えないから自分一人でそうなってたのに、持論をよく、背景もその怒ってた何ことも把握しないまま持論を述べ始めるやつは本当に最悪。そう、これが一番最悪な例で、もう一個あるのが、そのさっき言ったタイミングじゃない時に大丈夫だよって言っちゃう人、それ根拠ないよねとか、なんかそれってさみたいな、私の話聞いてたってことになるので、こんなに大変だったのにそんなすぐ大丈夫って何それみたいな感じになるから、それはダメ NG。 一通り聞いて味方になってあげて、いや俺なんかできるかなって言った上で、いやもう俺がいたら大丈夫だよとか、そこからの大丈夫は結構効果ありますね。結果でも大丈夫は欲しいんです。なんか根拠のない大丈夫でも大丈夫は欲しいんです。だけどタイミングを間違えるとちょっと大変なことになるよって、大丈夫はここぞというタイミングに。あのね、持論を述べる時もなんか、いや俺だったらこうするけどなじゃなくて、いやそれ俺でもきついわとか、そうやって言ってくれたら、だよなってなるからなんかもうあくまで寄り添う、味方になる、これを意識してください。そう、
まずなんかタイミングじゃないときの大丈夫で、え、もう大丈夫大丈夫みたいな、大丈夫だよ落ち着いてねって言ったら、なんか私がこうなって暴れてんのが嫌なのかなとか、この時間早く終わらせたいのかな、めんどくさいのかなとか、話聞かせられるのがすごい嫌なのかなとか思っちゃう。そうだから、そうやってこう一回全部聞くで、うんうん、うん、それで、あ、大変だったねまではもう本当定期的に相槌を打つ、聞いてるよちゃんと聞いてるよってこうやってあげると、メンヘラはこの人素敵ってなるの今の一連の流れが完璧にできたら、え、マジで最高じゃん、話聞いてくれてってなるの。そう、これができると思ってますね。この技を駆使してやり&チンの座に輝いてる人たちが世にはたくさんいるよっていう女の子側は話聞いてくれただけで騙されちゃいけないんだけど、そうやってやってるんだよっていうのをみんなに伝えたい本当にそれさ、話聞いてくれただけじゃんみたいな、恋の話をよく聞く私は。うん、だからなんか、え、やりアンドチンってどうなってそうなってんのっていう人はもうこれしかやってないです。本当にどんなに顔がちょっとあれでもね、容姿に自信がない人でもこれをやるだけでマジでモテます。本当にメンヘラって話聞いてほしいんです。とにかくそこだと意味かい別にみんなにやりアンチになってほしいわけではなく、なんかこうやってやってるんだよ世のそういう人たちはっていうのを伝えたい。そしたらさ、そいつらだけが持ってたその隠し技だったのがさ、みんなに広まればさ、そんなことなくなるじゃん。だからもう私は声を大にして言いたい、話を聞け、メンヘラの話を聞け。リガさんブレーキを踏んでください。ちょっとブレーキ今日は壊れてるえ、でもほんとこれだけで人生めちゃくちゃ変わると思います。本当にマジ有料コンテンツだった今日の話どこにいくらくらい振り込むメンヘラとかまってちゃんってどっちが、メンヘラがかまってちゃんなんですよ。だから同意義語です、はい同意義語クマさんペンライトで有料配信の分払ってくれたありがとうございます。いやでもこれ結構有意義だったでしょう、うん、そうそう、ブレーキ食べた、オブラートとともに。そういう使い方笑うね、そう、あとね、じゃあ逆に NG を言うと、ベラ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 自分の話ばっかりする男、これは持ってません。はい、さっきも言ったでしょ、メンヘラって話したいんですよ、聞いてほしい、話を聞いてほしい、中身のないどうでもいい話でも聞いてほしいの。だから自分のことベラベラ話す男はもうなんか、はこいつなんなん、自分のことしか話さんやみたいななるの。俺
俺は今何々にハマってて、え、てか何々って知ってる世代じゃないか、なんとかだよね。いやでもね、これはね、本当ね、男にしか分かんないロマンだよ。じゃあ話すなー、じゃあ話すなーってなるから。だからもう本当聞き手に回ることが一番いいですね。話はいくらでも聞きたいのですが、話してくれる子はどこにいますか。いやいや、いるじゃん、ここに。ここにもいるし、そんなね、あれだよ、どうせ歌舞伎町とか行ったら、ホストに泣かされた女の子たちがいっぱいこういるから、朝方とかね、その時間でこう狙って行って、どうしたの？大丈夫？とか言って、え、何があったの？話聞くよとかって言ったら、へ、お兄さん話聞いてくれて優しい、好きになっちゃうかもってなりますよ。メンヘラのゴンゲタルはそこですからね。メンヘラの生息地。それでいいのか。いや、もしね、推しメンで足りないならそういうところに行ったらいいんじゃないですか、知らんけど。でもそれぐらい単純ですよ、話を聞くだけで。みんな、え、この人めっちゃ話聞いてくれて優しい、好きかもってなるの。こんなにさ、推しメンがメンヘラでさ、最高のさ条件揃ってんのにさ、まだ欲しいの？話聞いてくれる人、じゃあ話してくれる人。推しメンがさっきからさ、マジついてない今年とか言ってさ、言ってたじゃん。いやでも、そう、女の子をメンヘラにするのは男の子だと思うんですよ。私はそう思う。私もみんなに適度に構ってもらえてないから、こうやってメンヘラの女王みたいになって。リビエラの女王じゃなくてメンヘラの女王に改名してほしいな。そうだよ、適度に構ってくれたり返信が少なかったりするから、こうやって私はこの女王に、クイーンに君臨してしまったんじゃないか。伏線、そうだよ、みんな私のことほっとくから、 Nothing が white にするから。あ、ないがしろね。するから。ひどいよ。全然さ、全然構ってくれないの最近。
そんなに私がのことほったらかすんだったらそろそろ作っちゃおっかな彼氏あ別にできないわけじゃないよ、作ろうと思えば作れるから別にね、うん、別に全然なんかそのなんか別になんかなんか出会いがないとかなんかするんじゃないから別にいやうるさいや別にそんなんじゃないから、なんか別にあなんかできなんか作らないだけで別になんか作ろうと思えばいつでもできるんだけど、なんか別にでできないってわけじゃないから そう、あえてですよ、あえて、あえて、うん、あえてる、ごまで、ごまあえ、ごまあえです。リアって頑張ればできるよ、なんかあれをこうしてそれをどうしてあれはしたら別にモテることはいくらでもできるんです、はい、あれをああしてこれをこうしてそれをどうにかしたら、うん、あえてですよ。ごまで。めんどくさいだけですよね。全部悟られてる。そう、リガイメめんどくさいの嫌いなの。彼女の頭脳では何らかの方程式があるもよ。あーでもなー大変だなー生きるというのは、今日メンヘラに聞くモテる方法をみんなに教えちゃったからさ、みんながメンヘラホイホイに育つんだ。なんかさ、モテる人しか言っちゃダメなセリフみたいな感じで思ってるだろうけど、ちゃんと聞くからね、そういうセリフって言うか言わないか言えないかの違いで、なんか例えば「もう泣かないで俺がいるから」とか「俺が味方になるから」っていうのってさ、やっぱそれってイケメンだから聞くんでしょうと思うじゃん。そうじゃないから、言うか言わないかだから、言う相手を見つけるところから
あのね、それもね、じゃあね、言うけど、あれだよ、前向きにネット張ってないだけだ、私と一緒、出会いの場に赴いてないから。わかる？網設置しない、今まあ何にも釣れないなって言ってたって釣れるわけないやん。釣り糸も垂らしてないのに釣りができるわけがないやん。ちょっと海覗いて魚いないなって言ってるだけだよそれ。釣り糸を垂らしてないのに釣りを確かにちょっと名言っぽいなえ、そうでしょ、モテる人なんて釣り糸垂らして、さらにはその釣り糸の先に餌までつけてるよ。その餌がさっき言った話聞いてあげるとか、顔がかっこいいとか、何らかの魅力なわけでしょ。そうだよ、私今特大ブーメランだよ確かになって自分でなってるよ釣り糸垂らそう、みんなで。だって出会いに行ってないでしょ、正直なところ。言ってごらんよ、正直言ってないです。ほらね、そうでしょ、自分の趣味とか仕事とかに時間使いすぎてるんだよ。探そう、女の子探そうって思ったら何らかのアクションは起こしてるはずだから、例えば友達に紹介してもらうとか、女子がいそうな、なんだ、趣味を見つけるとか。そう、出かけてないで引きこもってるから、そうやってなんか出会えないなとか言ってるけど、出会おうとしてないじゃん別に。ぐさ、確かに、これ今私ね誘われても行かないんじゃん、もう元も子もないよね。ぐさ、確かにで刺さりすぎて辛い。それか周りにいる人たちをそういう対象に入れなさすぎてるっていう説もある。なんか例えば私だったら、こうなんか周りにいる人たちなんていくらでもいるやん。そういう人たちをもう私は仕事だったら仕事でこう割り切っちゃうんですよ。そうじゃないんだよね多分、世の恋愛してる人たちは意識しなすぎてんだよね多分。うん、だって男性と女性なんだから。そう、周りにいる人たちを意識しなすぎてるっていう説はまあありますね。そうだよ、東大デモクラシーかもしんないじゃん。
だからまずはそういうところからだよね。なんか日常の些細なドキドキを探す、うん、これが大事だと思う。ぐさーパタ、最後のブーメラン刺さって死んだ。でも真理はそこじゃない？自分のために時間使いすぎてるんだよね。そして自分のために時間使うことに幸せを覚えすぎてる。これやってる時が一番幸せなんだよねっていう時間を家で作っちゃったらもう終わり。だってディズニーもさ、なんかまあ特定の友達と行くじゃん。もう手遅れだ。終わったとか言って。いやでももし出会ったら、その運命の人にね、みんなが出会ったらさっきの試してみてください。ちなみに私にも聞きます。なぜなら対象メンヘラだから。先ほどの話の効果がある対象イコールメンヘラだから対応しております。なんと先ほどの術に。だって話聞いてくれる人って嬉しいもん。素敵だし、素敵に見えるもん。私のしょうもない話ずっと聞いてくれて、うんうんって言ってくれて、それうざいなーとか言って一緒に言ってくれて、そんな人が現れたら最高だもん。そういう時はさ、もうお酒飲んで忘れようよみたいな、付き合うからさいくらでもみたいな、話してくれてありがとうねって言ってくれる人どこ？どこ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 。Every day I listen to my heart、 一人じゃない。木星行っちゃった。本日の木星。なんだっけ、皆さんこんばんは、ジュピター TV です。ジュピター TV おもろいな。はははははは、ちょっとあれしていい？充電器変えたい。これん、あ、来た来た。ねえ、好きって言って、好きっ
って言って他に何もいらないから。この歌もそういえば好きなんだった。このワンピースさ、私が今あげてるやつめっちゃ姫じゃない？リボン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 、この前の配信で着てたやつかな。でもさ、こういうさ、多分さ、あれかな、服着てるからさ、モテないのかな。男の人ってさ、なんかさ、なんていうの、ショーパンにでかいトレーナーになんかニット帽かぶってダウンベストみたいな女好きじゃない？ショートカットの。私の可愛いは分かってもらえない。リガジュンのファッション好きです。なんかのさコメントにさ、シュープラのやつさ、ね、なんかこの子いつも服着てないみたいなコメントあったんだけどさ、服着てるよねえ、あんたが知らないだけで服着てるよ。あんたがさ、こう、この子いつも服着てないみたいな。着てるよ！着てる着てる！なんなら服が好きで服を着るの、なんかその紹介したりするのが好きでインスタやってるまであるのに。グラビアしか見てないの。多分そうなの。そう、私結構服の人なのにさ、水着の人だと思われてる。着衣グラビア見たことないもん。でもね、一回だけあるんだよ。めっちゃなんか新潟で撮った何 ?8 人ぐらいで撮った一番最初のグラビア、なんかカラーニット着てるやつとか、なんかのなんだキャミソールみたいなので撮ったやつあるんだよ。探したらないかな、だいぶ昔のだからな、ないかも。あれは2015年。リカちゃんのセンス本当に好きだから分けてほしい。いやいや、そんなことはないんですけど、2015年とかかな、ほんと入りたての頃に一回やったんだけどな、写真撮ってないかな、撮ってなさそうだな。
これか。うわ懐かしい。少年マガジンになったこともあるんだ。沖縄でのふわりあじさまの洋服も本当に可愛かった。可愛いよねあれ。うわないな。え絶対やったんだよ。ちょっと本当に見せたい。チャットで送るわ見つけたら。いやーもっと前なんならもっと前か。もっと前な気がする。えもうここでマックス時の MV 撮ってんだけど、もっと前。そしたらわあ、ないな、ないな。え、ちょっと待って、死んでるさ。iPhone 起動したらあるかな。死んでる iPhone。死んでる iPhone の中にさ、2016年のボムとか。待って、調べてみる。2016ボム NGT。 うわ出てこない。あこれだ。そうですそうです、これです。みなみ、私、にゃーにゃーもいる。これだ、これ保存しよう。ちゃんと調べたら出てくるんだね。めっちゃネットタトゥーなんだけど。すげえ、ちゃんと調べたら出てきた。え、調べてみ？ボム 2016NGT48 って。すげえ、みなみ、かどちゃん、まほ、れいにゃ、あいにゃ、まりな、ななこで撮ってる。うわー、夏い。ちょっと待って、本当に懐かしい。保存しよう。白いので撮ってるよ。そうだ、リカミナで写ってた時だ。誰みたいな顔してる。誰これ誰。あ、こういうのもあるんだ。てか逆にどこまで出てくるんだろう。中井里香グラビアで検索してみよう。怖っ、怖いな。ちょっとそれ検索すんの。出てきた。めっちゃ幼い。だって2016年なんだもん。うーわ、
サーヤと私のピンナップ出てくる。わあ、でも比較的最近のがいいね。ああ、マイガール出てきた。マイガール知ってる？ヤンジャンも出てきた。え、こんなクオカードになってたんだ。髪伸びたな私。そう、ミーヨンさんともやったことあるんだよね、グラビア。暑い。あった気がする。マイガール買いました。買った？すごい。え、すごい。いっぱい出てくるんだけど。ねえ、昔。ねえ、ネットタトゥー。ねえ、怖い。ネットタトゥー怖い。今回のシュープレも何年か後かにさ、言ってそうじゃない？うわー、シュープレだーとか言って。ネットタトゥー怖いよ。もうこの頃何いっぱい出すぎて何にどうやって出てたか覚えてないからね。うわー、こうやってさ残るんだ。怖いなー。もうさ、覚えてないやつある。これどこの何？ どこの何で撮ったやつこれ。 ねえ、どこの何で撮ったやつなの？マジで覚えてない。こんなん撮ったっけっていうばっかり。そりゃ服着てないって言われるわ。 へへへへへへ。懐かしいな。いっぱい出てくるんだよね。ね。なんかモデルプレスさんがまた言ってくれてる。オリコンもニュースにしてくれてる。 なんで？
もさ、一生さ、一生青春高校の写真使われるの本当にやめてほしいけど。ね、髪が短いね。え、待って待って、ねえねえ、怖い怖い、ねえ8時47分だって、キモいキモいキモいついに2時間半でも気づかない体になったじゃん言ってよ、ねえリカちゃん2時間半経ったよってねえねえ、おもろびっくりした、時間解けるやん、ごめんごめん、はい、ということでですね、終わります気づきませんでした、ちょっと今びっくり、普通にさホーム画面戻ってきてさ、パッて時計見たら、え47分、びっくりした、7位が元吉さん、6位がチョタロさん、5位がビスコさん、4位がリュウジさん、3位がタタズミのホッカーさん、2位が、ティンカーベルさん、1位がプリモキです。なんでいつも私さタタホカのことタタホカって言えないんだろうはい、ちょっと日券よってこか、プリプリでした、元祖プリプリ、ありがとうございました。ちょっとまたやりますね、はい、明日できるかな、ちょっと微妙かも、もしかしたら昼ぐらいにこういうラジオでやるかもわかんないです。お疲れ、ちょっと、ま、この後あのチャットだったりツイッターだったりインスタだったりいろいろ更新するかもしれないんですけど、それだけ反応しといてくださいね。メンヘラは話を聞いてくれる、投稿を見てくれる人が好きです。はあ、有料コンテンツ、有料コンテンツ。